エルンストトラーウィゲンレビーネ・バイエルン・レーテ共和国は第一次世界大戦後の1919 19年にバイエルンで社会主義者たちが革命を起こして一時的に作った社会主義政権。成立後すぐさま軍の討伐を受けて消滅している。バイエルン州の首都ミュンヘンにちなんでミュンヘン・レーテ共和国とも呼ばれる。また、レーテはロシア語のソビエトと同義であることから バイエルンソビエト共和国と違約することもある。第一次世界大戦末期のドイツ革命の流れの中での1918年11月7日や半にプロイセン王国に先駆けてバイエルン王国で革命が発生した。11月8日朝には独立社会民主党の指導者クルトアイスナーがビッテルスバッハ家による王政廃止とバイエルン共和国の建国を宣言してその首相に 就任。アイスナーは、独立社民党と多数社民党に支えられて、バイエルンにおいて独裁的な権力を握った。またアイスナーは、ベルリンの中央政府の社民党政権とは異なり、レーテと対立せずに、これを取り込み、さらに農民評議会を起こして、事故の基盤としていた。ベルリン中央政府でも、法円・ツォレルン家が排されて、多数社会民主党政権と独立社会、 民主党政権の二重政権が乱立したが、アイスナーはハンベルリン的な姿勢でもって望み、穏健左派的な中央政府を革命が足りないと批判していた。このアイスナーのハンベルリン姿勢は特にバイエルンの住民から支持された。バイエルンはドイツ帝国でも最も保守的な人たちが多い土地柄で、バイエルンのビッテルスバッハ家はプロイセンのホーエンツォレルン家より古い歴史を持つことも、 あって、プロイセンに対するライバル意識が強く、プロイセンを中心としたドイツ帝国が形成された、後も反プロイセン的な感情を持つ住民が多かったためである。第一次世界大戦についても、プロイセン王が勝手に起こした戦争に、バイエルン人が巻き込まれたという総括をするような人が多かった。ただしアイスナーは、マルクスとカントを融合させた。 理想主義者であり、純粋な社会主義者ではなかった。社会主義者たちのプロレタリア独裁思想とは距離をとっていた。経済政策においても請求な社会化には反対した。アイスナーのこうした接中的な態度は右翼からも左翼からも怒りを買うだけに終わった。反対する左翼たちは後にドイツ共産党となるスパルタクス団を創設した。 1919年1月の選挙では、右翼のバイエルン人民党が第一党となり、多数派社民党は第二党にとどまり、またアイスナーが属する独立社会民主党に至っては、わずか3議席しか取れなかった。さらに1919 19年2月21日には、議会の会員式に向かう途中だったアイスナーが、右翼の貴族青年将候アントン・グラーフ・ホン・アルコ。 アオフファーライにより暗殺されている。しかしこの暗殺は、卑劣なテロとみなされて逆に、アイスナーを支えた多数、独立両者民党が立場を強め、両者民党の政権は維持された。しかし共産党をはじめ左翼たちはこれに不満を抱いた。1919年4月6日から7日にかけて、独立社会民主党のエルンストトラート無政府主義者のグスタフランダワーが中心となって、 バイエルンで革命が発生。多数派社民党のヨハネス・ホフマン首相のバイエルン政府はミュンヘンから追われ、バイエルンレーテ共和国が樹立された。ホフマンは北方のバンベルクに政府を置き、バイエルンは二重政府状態になった。ホフマン政府とレーテ共和国の間で交戦が開始されてバイエルンは内乱状態に突入した。なおこの時のレーテ共和国には、 ドイツ共産党は参加しておらず、共産党はこのレーテ共和国が民進を掌握できていないのを見て、再革命による共産党中心の新たなレーテ共和国の建国を画策した。1919年4月13日、ロシア出身の共産党員、オイゲン・レビーネラの起こした革命によって、最初のレーテ共和国は倒され、レビーネによって改めてレーテ共和国樹立が、 宣言された。新しいレーテは、ドイツの労働運動に自を持つ、左翼活動からが中核となっていたため、ルクセンブルク主義の影響が、色濃かった。共産党、レーテ共和国の樹立の成功を聞いた、ウラジーミル・レーニンは、ハンガリーで誕生したクンベーラ共産政権に続く、世界革命の拠点として、レーテ共和国に、多大な期待を寄せていた。四月十五日には、 ミュンヘンの例帝予備代替表議員の選挙があった。当選者の一人がアドルフ・ヒトラーである。デビーネは政治能力に乏しかったために4月27日に退陣した。デビーネは共産党の指導者として独自の赤軍を結成し、紙幣の廃止及び独自の教育制度を実行しようとしたが政権崩壊により実行されることはなかった。 レーテ共和国誕生の方を聞いた、ドイツ国中央政府のグスタフの助国防相は、バイマル共和国軍やドイツ義勇軍を投入して、鎮圧することを決定した。5月1日から3日にかけて、政府軍6万人がミュンヘンに攻め上り、町を占領した。共産党は、レーテ共和国崩壊寸前に、人質として捕らえた人々の虐殺を行っている。ここに、レーテ共和国は、 成立から一か月足らずで幕を閉じた。この後、ホフマン政権はミュンヘンに戻されたが、ミュンヘン占領軍はホフマン政権を圧倒し、バイエルンは実質的に軍政下に置かれることとなった。レーテ共和国に関わった者の,のみならず、一般市民に対しても占領軍による報復的な残虐行為がミュンヘン市内の各地で多発した。 またこの後1920年初めまで、レーテ共和国に関係した者の裁判が5200件以上行われた。レビーネは反逆罪の過度で1919 19年7月5日に処刑され、トラーは懲役刑を受けて1925年まで収監された。ヒトラーは革命的言動を行った者を調べる、諜報員となっている。 バイエルンはもともとカトリックを熱心に信仰する、保守的、右翼的な人が多く、共産主義が浸透するような土地柄では、全くなかった。多くのバイエルン人は、ただハンベルリン的な姿勢でのみ左翼政権を支持したに、過ぎない。従って、レーテ共和国が倒れた後、バイエルンはすぐに右傾化していった。ミュンヘンに駐屯した軍隊もバイエルン一般市民に、 環境主義を徹底するための啓蒙運動を盛んに行い、ミュンヘンには様々な右翼政党が次々と創設されていった。根深いバイエルン人の反プロイセン的感情だけは変わることはなく、今までは右翼プロイセンに立ち向かう左翼バイエルンを思考していたのが、今度は一転左翼プロイセンに立ち向かう右翼バイエルンを思考するようになったのである。 この時期に乱立したバイエルンの小右翼政党の一つに国家社会主義ドイツ労働者党がある。まもなくこの党はヒトラーが党首となり、バイエルン総督、グスタフ・フォンカールなどのバイエルンの独立を求める、右翼と組んで、ベルリン新軍を狙った。中央政府から圧力を受けたグスタフ・フォンカールがベルリン新軍を日和みするようになったことから、ヒトラーは、 右翼の人望が厚いエイリヒルーデンドルフ将軍を担いでミュンヘン一揆を起こした。ありがとうございます。